青鬼映画化イエーイ。ん？いや青鬼が映画化したんだよ。イエーイ。青鬼？青鬼。ああ青鬼ね。そう、うん、青鬼青鬼。わかるわかる。わかるでしょ。あれでしょ。いろんな道具出すやつでしょ。あそれはドラえもんでしょ。青たぬきだよ。え？あ青猫だよ。ああ青猫なの？あれ猫らしいよ。さっき突っ込まれた。じゃあ青猫映画化するんだ。いや青猫はもともと映画化されまくってるから。そうじゃなくて今回は青鬼のあのフリーゲームの青鬼が映画化されたよっていう話。へえ。あの7月5日にね、全国ロードショーらしいから。俺の誕生日と近い。マジでマジで。でなんか内容はほとんど青鬼に被ってるっぽいんだけど。つまんな。青鬼の内容知ってるのか。知らない。まだ見てないからね。知らないの？いや知ってるよ僕。どっちだよ。いやだからなんとなんだこれ。主人公、主人公がしゅんくん。しゅんくんなんだ。で、役が菅健太くん。菅健太くんさん。はい。で、ヒロインがアンナ役の入山アンナさん。あれそのままだ。あーこれ AKB のね、入山アンナさんね。そうそう AKB の。OK。 まあその他もろもろといるらしくて、だからこの映画に合わせて、青鬼の実況を、ただの実況じゃなくてアフレコの実況をやっていきたいと思います。うん、OK。 でもちょっと、この青鬼さ、何頭身？3頭身ぐらいだよね。1、2、3、3頭身だね。頭でかいな確かに。これティラノサウルス。そう、小説家もされてんだけどね。うちのおじいちゃんみたい。ちょっと待って、お前のおじいちゃん青鬼だったの。それじゃあとりあえず始めていきましょう。はい、というわけで、青鬼のゲーム実況を始めていきたいと思います。で、アフレコ、映画に備えたアフレコ形なので、どっちかがどっちかのセリフをずっと言い続けるっていう形になります。でもさ、シャットダウンってあったっけ。あ、そうね、シャットダウンシャットダウンってあるんだ、ね、電源切るのかな。これでもうパソコン自体落ちるんだ。便利だな。便利じゃないよ。あ、便利じゃないの。あ、邪魔くさいか。とりあえずニューゲーム、じゃあどうする。主人公の声は全体的に自分が、その他の声はピスタチオが。俺が。 OK、 いきます。よし。お、主人公の名前は決めれるの。ヒロシになってるよ。じゃあアコーでよくない。アラレにしようぜ。怖い。じゃあアラレ。ああヒロシアラレ。ヒロシアラレ。あれ消せないのかな。消せるでしょ。あれ消せない。いや、これっていけない人。バックスペース。ゼロだった。あば。はい、じゃああられね。あられちゃんね、うちの実況出ないから。これで出そう。はい、あられちゃん。はい、何、あられちゃん。
なんだよ。あ、なんかいる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 。今なんか動いた。あ、見てなかった。開かないですね。開かないですね。怖っ。これなんだった。こことかに道ないか。ないか。映画ってこんな通りに進んでいくかな。あ、どうなんだろう。あ、地図だ。え、今どこにいるかもわかんねえよ。確かに。いや、開かない。どうしよう、あられちゃん閉じ込められたよ。しかもどっちだよ、こっち。さっきの皿は、あ、皿のところは開けないの。皿のところ、ここは行ってまた帰る。じゃあ じゃない。俺も消えてたんだよね。
裏とかやっぱり道具使ってるよあいつは。パパパパパパーン、どこでもドアーってやつでしょ、うん、反応が寝室の鍵を手に入れた。あれ、なに、なに、うわ、なんか、ドラえもん、ドラえもん、ここら辺で落ち着け終わりたいと思います。あざした。